僕の動画の視聴者層を見たら、50%ぐらいがチャンネル登録、未登録の方だったんで、ぜひ、チャンネル登録お願いします。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回はですね、美容法の次のアップデートまで全然ね、時間があって、正直動画のネタがないなと思ってたんですけど、ちょっとね、改めて、ちょっとした解説系をあげようと思います。美容法発売当初に出してた解説系の動画は、その後のね、アップデートで、今の環境とは全然違うものになってるので、武器だったり、スペシャリストだったり、使い方がね、昔とは全然違うので、そういう、スペシャリスト武器の使い方みたいなね、講座みたいな動画を出せたらなと思ってます。で、今回はちょっと SMG をテーマにした動画を撮ろうと思ってたんですけど、海外の掲示板のレディットに開発者がちょっとね、 SMG の強化がもう来るよみたいな風なね、コメントを残してたんで、ちょっとね、まずそれをね、皆さんにお見せしたいと思います。レディットに COD ユーザーの方が現状の SMG について不満をね、こう書いたんですよね。ざっとね、読んでいきたいと思います。ほとんどのアサルトライフルは、SMG の距離でも、AR が勝ってしまうと。ランパート、KN、マドックスとかいろいろある中で、プラス LMG も全然近距離 SMG に勝っちゃうと。そしてボディーアーマーをつけている場合でも、 SMG はね、アーマーを破るために2発もね、必要なのに、 AR や LMG は1発でいいと。例えば MX9 は5発射程があるのに、アーマーをつけている相手に対しては7発必要になっちゃう。サウグとかスピットファイアとかは、一番ね、いい SMG とは言えるかもしれないけど、やっぱり AR の方はね、全然いいよねっていう。美容戦の時は武器バランスがめちゃくちゃ良かったのに、なんでね、こんな LAR とか LMG が一貫して強い状態になっちゃってるんだって。それは高い TTK とボディアーマーのせいだと思いますって、このユーザーの方は言ってますね。で、TTK っていうのはタイムトゥーキルで、キルにかかるまでの時間ですね。今作は体力が150になってしまってるので、やっぱその辺、マルチに関してはちょっと武器バランスが正直、今までの作品と比べると現状はあまり良くないかなっていう風に僕も思います。これは本当同意かな。もうすぐね、次回作の話が多分ね、出てくると思うんですよ。最初のティザートレーラーみたいなのが、おそらくね、次は太陽150になる確率はかなりね、低いかなと思いますね。僕の個人的意見と、海外のね、そういうユーザーの意見とか見ると、やっぱり体力100になる可能性が高いかなっていう。そして問題はこの後のトライアーチの開発者の返信コメントがこんな感じなんですよね。もしそういう風に思うなら、近々嬉しいお知らせが来るかもねみたいな。これはね、SMG の強化が来ると言ってもいいでしょう。海外ではもう SMG 強化だって言ってるんですけど、なかなかちょっとね、難しいアップデートかなと思ってて、SMG をね、一気に強化しすぎても問題だし、全然ね、ちっちゃいアップデートすぎて SMG が現状とあまり変わらないと問題なので、これはどうなるのかなっていう感じですね。はい、というわけで今回はおそらく強化が来るであろう SMG の強化前の状態で、やっていこうと思います。ちょっとややこしくなっちゃったね。さあ、ポイントはね、横移動ですね。唯一、わ、後ろ？どういう脇ポしたの？とんでもない脇したね、今一人。AR にね、唯一勝ってる部分、ほんと横移動の速さなんで、打ち合い中、横移動をして、弾避けたり、不利な打ち合いをすぐ逃げたりだとかして、ほんと、横移動の速さをうまく使っていきたい。で、基本、中距離は絶対に打ち合いに行かないことですね。敵が、こっちを向いてない、状態、不意をつける場合は全然こっちからね、中距離打ってもいいと思うんですけど、極力ね、積極的に中距離は打ち合いに行かないのが、本来の SMG なんで、それをちゃんと守ることが大事。よいしょ。あ、パンチしようと思ったんだけど、すごい敵が後ろに行っちゃった。さあ、敵さんのレベルなかなか高いね。よいしょ。これはちょっと、しっかりやんないとな。味方アタックリプレイ耐えてくれたんで、ちょっと前に行っちゃおうか、これ。ちょっとガンガン前押しで前線上げよう。 SMG は前線上げ命を。さあ、タックリプレイのおかげでリスポーンはね、変な脇にならないと思うんだけど、あれ？ならないよね、ならないよね、なってるねなってるね、これ。あ、大丈夫かな。で、積極的に AR 類落ちてたら拾った方がいいですね。これ AR じゃないな。先にそこやる？ナイス。
よし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 。置いて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 。大丈夫この辺。なんかいるよね、いるよね、いるよね。リスポーンは大丈夫そうかな。さあ、ランパートも拾ってこう。で、こう拾っておいたのをこう切り替えて、中距離の打ち合いの時にこうやって使うっていう。あれ、いないな。センター?うん、こうやって。別にずっと SMG でやるっていう縛りなんてね、ないので、全然 AR 拾っていきましょう。さあ、タックリプライ焚かれちゃったね。左側かな?右奥かな?多分。これポイントいけるかなと思ったけど、バレたんで、一旦上に行きますね。で、上からこんにちは。で、スナイパーヘリ呼んで、ちょっと外周から、メリハリある動きをしよう、これ。で、また上に行って、こうやって次また再エリアに突入みたいな動きをする。で、ここ腰ダメで。で、なんかリスが変なんで、後ろ確認したけど湧いてないね。センター脇だ、敵さん。なんか後ろで赤点出たぞ、今。やっぱりいるよな。OK、体力上げるよ。パシュン!で、弾拾ってくれー。で、こういう時に、中距離出る時に AR に切り替えるってわけですな。あ、ちょっとエイムがやばい。だいぶブレるな、これ。で、UAV で確認。特に次のエリア、めちゃくちゃね、SMG に辛いポイントだから、こうやって AR にして、そこにおるんよな。出てきてくれよー。さあ、横移動ジャンプでなんとか回避。後ろ入ってんだけど。まずいぞ、これ。こう切り替えて、スライディング倒せなかったか。ちょっとリスチェックですね、これ。変な気がする。さあ、スナイパーヘリ出して、ポイントは?大丈夫かな?1階に今映ってたね。で、外周もいるから、外周先倒して、ストライクチームだけ確実にゲットしておこう。ここなんか腰ダメで勝って、で、ストライクチーム出して、こっち見ていない。AR が強いな。AR が強いな。さあ、次ポに備えてす、ここ取った方ね、頭なし。で、ここ取ってる時に、注意なのが後ろ脇なので、若干前詰めますね。で、こっちハードポイント2番目のエリアなんで、こっちはもう取っておく。こっちの脇をもう取っておく。外周かな?ナイス ?SMG の機動力を活かすのじゃ。ダートかヘルストーンか、なんか来るかなと思ったけど。ダートでした。で、これ味方が詰めたことによって若干後ろ脇の可能性あるんで、後ろ見ます。大丈夫かな?リスポーンは。僕ちょっとこのリス抑えに徹しましょうかね。大丈夫そうだね。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。味方が今かなり上がってるんで、やっぱ脇おかしいよね。まだ来てるまだ来てる。で、ここスライディングで。もう一人ぐらい来そうだね。わー、ストライクチーム逃した。なんてこったい。なんかいるぞ、今。なんかいたぞ。やってくれたかな?体力上げます。あー、ちょっと全然、二人ぐらいにしか、体力上げらんなかったね。横移動を逃して、これ逃げます。こんな感じ。無理な打ち合いをすぐ逃げること大事っすよ、めちゃくちゃ。弾もライオン。タックリプレイ叩かれた。あー、今の場、ああいう場面だね。ああいう場面、打ち合いに行っちゃいけないですね、本来は。すぐ逃げるべきでしたわ。あ、これまずいぞ。ワンチャン勝ってた、ワンチャン勝ってた。あ、そこか。ちょっと当てたんで、味方が入れるかなと思ったんだけど、結構エリア厳しいね。確か敵タックリプレイ耐えてたっけ。今のも横移動でなんとか逃げます。お邪魔するぞ。あ、撃っちゃった。バレちゃったね、今ので。これ、外周かな?うわー、惜しい!うん。さあ、結構、点差取られたね、今、このエリアで。これ、2階に来ましたね、多分。来るかな?あ、いなくなってる。さあ、センターにまだそこにいるから、倒しておいて。詰めていくよ。どんどん詰めていくよ、距離を。横移動、横移動、横移動。横移動、横移動、横移動。オッケー、取れた。で、アイシャル拾いましょうか。2階に行ったね、あいつ。あ、戻ってきた。ちょっとこれは下がった方が良さげな気が。あー、腰ダメ当たってー。指。ロインさせたよ、味方。いける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 。
あぶねえ。なんとかったな。これ敵のマシンだ。一回距離取った方がいいな、俺。よしよし、ナイスナイスナイス。ここは距離取って、スナイパーヘリを確保した。マネキンがめちゃくちゃ邪魔。で、ここは確実にストライクチームを出したいね。さあ、タックリプレイとは言ってるな。ここで体力上げます。で、こういう時に AR 持ってるのが役に立つんだな。で、ストライクチーム出してん。そこも倒してん。あれはちょっと今のも横移動で避けますと。こういう風に、近距離で戦うこと。で、AR に切り替えて。ダメージ結構入ってる。よしよし、この切り替えよ、切り替え。切り替えの大事さ。伝わってますでしょうか切り替えの大事さ、伝わってますでしょうか。伝わってるってコメントしてね。コメント稼ぎ。あべし、あー死ぬ。さあ SMG に切り替えて。お、右にない。待って、落とそうとしてるやついないか。え、なんか、マップ外に。あれ、まさかの自決。そして、隣で湧く。なんちゅう湧きだ。これ、ちょっと後ろで湧きそうじゃない。湧いてる湧いてる。一人じゃない気がするけどな。大丈夫かな。一応、後ろチェック。リスポーン大丈夫そうですね。ちょっとポイントに寄りつつ。だけどこれめっちゃ味方上がってる。あーマジか、死んじゃった。うん、やっぱりすぐ後ろ湧くね。やっぱ後ろいといた方が良かったね、今のエリア行かないで。でリスポーンじゃなくてローテーション取られちった。これそういう時はストライクチームでゴリ押せば大丈夫なんさ。おとっさの腰打ちも結構当たるな。さあ、リスポーン、なんか、なんとか取れた。なんで取れたんだろうな。さあ、ストライクチームが上がってくれてるんで、前押しは任しつつ、よし、体力かけるぞ。はい。ストライクチームが殺されてるな。ストライクチームね、呼ばれたら、ランパートの FMJ2 おすすめですね、用意しとくと。一瞬で倒せますよ。ヘッドショット狙えば、ほんと一瞬で倒せる。はい、というわけで、こんな感じで、現環境の SMG は中距離絶対打ち合いに行かないことと、横移動をうまく使うことと、まあ AR をね、どんどん拾うことですね。またね、SMG の強化アップデート来たら、もっとね、積極的に戦えるようになるかもしれないんで、またその時ね、動画出すと思うので、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。というわけで、この動画、よかったらグッドボタンとお願いします。というわけで、お疲れ様です。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when